はい、皆さん、こんばんにちは。そしていらっしゃいます。鈴木幸です。ルームス。ルームス。はい、じゃあ、ホグワーツレガシーやってくぜ、ルームス。まあね、ちょっと今、お内に会うから、ホグワーツの外に出るよ。かなり遠いっすね。でもまあ、外行けるのはいいっすね。他トリスいる。違うや。次にヤギヤンケ。ヤギヤンケって。レベリオ。レベリオでここ開く？開いた。あら、したる。泥棒です。調べるべきだな。調べるべき。調べるべきってな。なんだ？あ。ロッ。うわあ、なんだこれ。開いたわ。なんだ？ルーモス。レベリオ。ルーモス。いらねえマフラーだ。ゲッチュ。ハグリッドの家か。ハグリッドの家っぽいんだけど違うのかな。まだハグリッドいねえけど。意外とそんなに遠くないんだ。なんかおる。レベリオ。それこが危険な森のそばじゃねえから多分ちげえんだ。コーンってな。泥棒。おう。レベリオ。社会がいつ不安の渦に飲み込まれるか。乱禄の信奉者どもがあそこまでするなんて。ヒーブス。大丈夫ですか？まさか。たった今、商売を失って命も失いかけたところだよ。悪いが、買い物がしたけりゃ他を渡ってくれ。こんなことになるなんて、気をつけろよ。乱禄たちは誰一人見逃さないぞ。攻撃されたの？乱禄は仲間にならないゴブリンに容赦がないんだ。そりゃ俺だってゴブリンを魔法使いと同等に扱ってもらいたいが、血を流すのは違うだろ。俺がそう言ったら、奴らは逆上した。気絶するまで俺をぶったたいて、荷車も持ち物も、一番大切な俺の絵まで奪っていったんだ。前にもあいつらに狙われたことがあるの？ここしばらく俺のことをなじったり脅迫したりしてた。奴らはいつも欲しいものを暴力で手に入れるんだ。気な臭いことになってきたな。乱禄は力を増していて、信奉者たちもそれを自覚してる。無敵だと思ってるんだ。無敵。乱禄はゴブリン全員が賛同すると思い込んでた。無敵の人。だが違う。俺たちは魔法族との問題を話し合いで解決したいのさ。敵のゴブリン。画家なのか。盗まれたって、あなたは画家なの？そうだ。俺の天職だよ。ゴブリンにはふさわしくないと思われるがな。
家族は金属加工業かグリンゴッツ関係の仕事をしてる。おお、グリンゴッツ。ダンロクの仲間どもは俺の作品を理解してないからな。死んじゃった人が。きっと薪として使われるさ。これじゃ生活もできない。いつになったら絵が描ける。大変だったね。荷車のこと気にするようにしておくよ。親切な人だな。荷車はここから南西の野営地に持ってかれたんだろう。廃墟の先だ。回収するのは危険すぎるよ。なくしたら戻るように荷車には魔法をかけてあるんだ。可能性は低いけど、奪われたものの一部でも戻ってきてくれるって希望にすがってるよ。会えて嬉しいよ、まあね、もっといい状況だったらよかったんだけど。レベリオ。そうか。だからここにもお宝ある。だからあるんだ。ここに店があるな。何の店？ポーション。どうも。何を売られてるんですか？いや、ジャラルセミだよ。ここは魔法薬の店だ。町のことなら何でも聞いてくれ。町。この町で何か噂は？パーギットというゴブリンが少々問題を起こしてる。奴の仲間が行商人を襲っていて、最近じゃ商売に苦労しているよ。誰かが対処してくれたら助かるのだが、だが誰もゴブリンの集団とはやり合いたくあるまい。というわけで奴はコロー遺跡でやりたい放題だ。コロー遺跡にいるのか。よければあなたのことを。うん、そうだな。私はローワーホグズフィールドの優秀な魔法薬師だ。かつては君と同じ平凡な生徒だったがね。ついては君にホグワーツ割引をしてあげよう。つまり普通の値段だ。普通の値段かい。うちは最初から安いんだ。10円くらい負けろや。売り物は何です？魔法薬とその材料が専門だよ。 10% くらい。魔法薬で治せないものは壊れたままにしておくのがいいと思うね。扱ってる材料はどれもこの地域のもので、健康と安全を売りにしてる。売り物は何ですか？今日は何をお探しかな？なんだこれ。防御力か。強いね。装備品変えるか。とりあえずこれは売っちまいましょう。すぐに買い手がつくと思う。ありがとう。そうか。これなんだ。遺体は変わってないけど装備はしたぜ。レベリオ。あ、違うよ。ナティに話しかけないと。誰が住んでるのかな。ゴブリンとか。ランド、君に会えて嬉しいよ。なんだ。ナティ、調子はどう？あのホグズミードへの旅から回復してるといいけど。元気だけど、君のことは心配してた。ランロクとルックウッドとハーローに追われてるでしょ。まあ大丈夫だよ。あの時この話はしなかったけど、どうして奴らが君を追ってるのか聞かせてもらってもいいかな。それは分からん。ルックウッドもハーローも会ったことがないんだ。他の生徒と間違えてるのかも。なんか変だね。あの二人があんなに必死にホグワーツの生徒を追うなんて。理由が何であれ君は危険だよ。とりあえずルックウッドとハーローは私たち、みんなにとって脅威みたいだね。だから君と話をしたかったんだ。あの日ホグズミードであることに気づいたんだ。君はあんなにも勇敢にトロールと戦った。シローナはルックウッドとハーロー相手に一歩も引かなかったね。二人を見て自分もしっかりしなきゃと思ったんだ。どうしてなの？マタブルランドを離れたのはルックウッドとハーローみたいな奴らが理由。新しい家を壊されるのをただ見てるつもりはなかった。ルックウッドとハーローが組んだらそれだけでも危険なのに、それがランロクとも手を結んでるとなると、
だからこそ奴らを止めないと。シオフィルス・ハーロンがルックウッドのやることを仕切ってる噂があるよ。あいつを倒せばルックウッドの組織も動けなくなるかもしれないけど、ああいうのはシンガー巡査が対処すべきじゃない？もう話したよ。丁寧ではあったけど、まあ生徒に詳しい話はしてくれる感じじゃなかった。ルックウッドの一味がハーロンが企んでる大規模な密漁のこと話してるのを聞いたんだ。それを少し調査できないかと思って、シンガー巡査が必要としてる証拠を手に入れるんだよ。わかった。でもどうやるの？聞き耳を立てて観察するよ。企みを正確に突き止める。何かわかったら連絡するから。とりあえず何かあったら私はここにいるから。ありがとうナティ。ありがとう。油断は禁物だよ。何をするの？レベリオ。なんて失礼な。あ？この私を脅すなんて。どうなってるの？どうなってるの？何があったんですか？湿地帯を抜ける。あ、スリザリンの方？うん、どうかした？ああ、助かった。お願いするわ。私はグレース・ピンチ・スメドリー、バースのピンチ・スメドリー家よ。誰かがやってくるのを期待していたわ。お父様の願いを裏切って自分を一生許せなくなるところだった。実は湖の底から回収したいものがあって、あなたが手伝ってくれない？水中に潜るのは気が進まん。水中？湖に潜るなんてすごい。詳しく聞かせて。素敵。そう言ってくれるのを待っていたの。何を取ってくればいいの？昔の話よ。優れた天文学者のおじい様がホグズミード駅から出航したわ。おばあ様と一緒に短い星見のクルーズを楽しむはずだった。二度と戻ってこなかったわ。そうなんだ。何があったんだろう。わからない。あの二人と船が岸にたどり着けなかったことだけはわかるけど、みんな沈んでしまったと言われてるの。お父様は悲しみに暮れ、私たち家族に二度と黒い湖に近寄るなとお言いつけになったわ。あの夜、家宝のアストロラーベも一緒に消えた。あなたが回収してくれたら、お父様の気持ちも少しは安らぐかもしれない。バースのピンチスメドリー家のことは知ってて当然みたいな物言いだけど、そんなに有名なの？なぜ空は青いか、なぜ草は緑色か、そのくらい当たり前のことを聞くのね。ピンチスメドリーの名は知的好奇心を意味するのよ。科学と芸術への貢献で知られているわ。私たちを知らないなんて率直に言って驚きよ。私が周りの世界について数々の発見をしたら、この名前を知らない人もいつか耳にするでしょう。知らねっつーアストラ…ストロラーベ。アストロラーベって何？驚嘆するほど素晴らしい古代の航海道具よ。持ち運べる宇宙の模型といえばいいかしら。普段は星の観察に使うの。天文学用のものだけど、他に1000種類以上の機能がある。なんかやべえモンスターを泳いでる。もう修理できないほど錆びているでしょうけど戻ってきたら嬉しいわ。おじい様とおばあ様が戻ってきたように思えそうだもの。個人的な事情のためにやるにはちょっと危険そうな気がする。気持ちはわかる。でも感謝は忘れないわ。もちろんアストロラーベ以外のものが見つかるかもしれない。他に何か見つけたら全部持って行っていいわよ。船の最終位置と言われている場所をこの湖の地形、水深図、それから潮位表と照らし合わせたの。おそらくはあそこ、波止場からおよそ1ハロの場所よ。おじい様のアストロラーベが戻ってきたら嬉しいわ。アストロラーベを見つけて。1ハロってとても大切なものなの。彼女のアストロラーベは波止場の北東に沈んでるみたい。潜って調べよう。1ハロってどれぐらいなのかわからん。あれか？だいぶやるよ距離が。なんか叫んでるやついたな。こっちから来たんだ。考えろ。
マーリ。誰のことを言ってるかわからないわ。研究に没頭していたし、悪いけど今は。ビクトール・ルックウッドの質問だぞ。お前の事情など知るか。おや、噂をすればミスター・ルックウッドが話したがってる。学生？まさか。いい加減にしろ。手を出さないで。ステューピファイ。ステューピファイ撃った。ああ、間違えちゃった。バイバイゲーはい、さよならの、まだ来るのか。目の光が消えるのを見ててあげるわよ。やれやれだぜ。うぜんだよ。うお、やばい、しまった。スティーブ・ホワイト。あぶねえ。うわ。くわ、まずい。そらよ。それよ。ぴょーん。うめ。何が起きたんだい？あんな風に言われたのは初めてだ。しかもホグワーツに近い場所で。お怪我はないですか？大丈夫だよ。あんたの優れた防衛術のおかげでね。アッシュワインダーズが私を殺してまであんたに手を出そうとしたわけは？それはビクトール・ルックウッドの取り巻きの泥棒だかゆすり屋だかさ、あんたに随分ご執心だね。ちょっと訳があって、助けてくれてありがとうございます。うん、とにかく追っ払えたみたいだね。プリアが危険な状況になってきてるって言ってたよ。戻ってくる前に研究を進めた方が良さそうだ。プリア？プリアって人のこと話しました？私の妻だ。学生時代に彼女にもらった本のおかげでマーリンに興味を持ったんだよ。勤勉なハッフルパフ、夜の闇浴場に店を構える魔法薬師さ。旅商人でハイランドの出来事はすぐ耳に入る。妻？そっち系のお金だった。研究者なんですか？ノラ・トレッドウェルだ。マーリンの生涯とその研究が専門の歴史家で考古学者だよ。マーリン？あの物語は作り事かと思ってました。なんだって？カドガン教が聞いてなくてよかったね。マーリンと自分のつながりのこと話し出したらもう止まらないんだから。マーリンはホグワーツに通ってた。数世紀前に彼がここに残した不思議な柱を調べてるところさ。柱って？つるに覆われた柱だよ。何十個もあるんだ、あの辺一帯にね。私はマーリンの試練と呼んでるよ。仲間のスリザリン生のために道楽で作ったって考えてるんだ。マーリンはパズルや謎解きが大好きだったからね。マーリンに惹かれる気持ちわかります。ぜひ試練のこと聞かせてください。それじゃちょっとした秘密を教えてあげるよ。仕組みを解明できたものはまだ誰もいない。でもね、私は重要なヒントを見つけたと思ってるんだよ。そいつはこうだ。試練の成功にはゼニアオイこそが重要な鍵になる。ゼニアオイが？万能の薬草だよ。マーリンが著書で何度も言及してた。仮説を試そうとやってきたところにぶしつけな邪魔が入ったんだ。著書に書かれた渦にはそれぞれ中央に違う記号があるだろう。それで私は思ったね。もしゼニアオイが記号の中心になるよう置かれたとしたら。その通り。よかったら試してみるかい？小さな仮説がどうなるか見てみようじゃないか。ゼニアオイがぎっしりのトランクを持ってきたよ。私のテントのそばだ。ゼニアオイ、このトランク？そう、たっぷりおとり。もう持っていってもね。
ゼニアオイを取りました。結構取りやして。それじゃこの柱のつるはわかるね。それと地面で渦巻く石、うん、それぞれの試練に特徴がある。渦の上にゼニアオイを置いて、さて何が起きるか。パラー、おお、山、なんだ今のは。見たね、つるが消えたよ。どうしたらいいですか。さて未知の領域だ。この巻どうにも気になるね。インセンディオ、これはすごい。インセンディオ、炎の中に沈んでいく。消えた。順番があるっぽいな。レベリオ。高い順か。インセンディオ。オッケー。おーやばー、なんて美しいんだろう。マーリン、マーリンって言えばやっぱり最高の日だよ。アーサー、信じられない。アーサー王に魔法を教えてしてこれってつまり成功ってこと？言えると思う。けどね、疑問は増える一方だ。どういう仕組み？メモを見直さなくちゃ。何か見落としたのかも。試練は似たようなものですか？厳密には違う。これ見よがしな鶴や地面の渦はどれも同じだろうけどね。見かけた時に解いてみるといいよ。さて、研究を続けるための材料が揃ったようだ。思うにそれぞれゼニアオイも必要で、足りないならホグズミードで見つかるよ。本当にそろそろ行かないと。会えてよかったよ。気をつけて。私は欲しいものを手に入れたから、メモと本に囲まれた安全な場所に戻るよ。安全な場所、これ何か意味があるの？ああ、まあレベルが上がる的な。ああ、くそ、魔法力必要か。おはようございます、先生。また会えて嬉しいわ、レノラ。さあ、これを。ガーリック先生。使うものよ。なんだこれ。これはおばさんに。ああ、こんにちは。みんな、ずいぶん若い先生だな。新しいバラを紹介するわ。セバスチャン。一緒に成長しましょう。こうしてみんなが戻ってくれて最高の気分。今年も素敵な出来事がたくさん待っているわ。だけど薬草学では知識を培うことが一番大切なのよ。賢い薬草学者は独食主層もぴょんぴょん球根も決して恐れたりしない。それでは今日みんなに扱ってもらうのはマンドレイクの根っこと呼ばれる素敵な球根状の植物よ。アクシオ。マンドレイク、あー、うるせえかもな。さあ、繊維質のお友達を快適にしてあげましょうか。まず耳を守りましょう。何それ。それじゃあみんな、マンドレイクのツルを掴んでぐーっと引っ張ってみて。ドラゴラー、あよー、うっす。急いでね。やばい、マンドレイクを新しい鉢に
移して上から土をかぶせるの。うるせえ。映画通りだな。土は暖かく泥だらけの毛布のように根っこを包んでマンドレイクをおとなしくさせてくれるわ。パーロン。ああごめんなさいね。あなたのは少し成熟していたみたい。それでは始めて。できみんなとても上手よ。じゃあ次の課題よ。鉢植え台に花ハッカを植えてもらいます。始めてちょうだい。先生は新入生とちょっとお話しするわね。去年種をまかなかったんだろ。なら今すぐまいておくべきだよ。なんだ、何踏んだい。ヒッポグリフって庭柳好きかな。好きな肖像画のある道を選んだりしない。中にはすごく面白い肖像画もいるのよね。ホグワーツの庭園はなかなかよね。屋敷しもべ妖精とガーリック先生が手入れをしてるのかも。マンドレイクで自分の身を守れるって知ってた？想像するだけでゾッとする。フィグ先生どうしたの？アデレードいるじゃん。ほとんど教室にいない。なんだかおかしいわ。ガーリック先生。はい先生。マンドレイクの剣は見事だったわ。あれはとても扱いの難しい植物なの。耳がダメになるかと。耳が聞こえなくなるかと。ええそうね。成熟したマンドラゴラの叫び声は命取りになりかねない。だから耳当ては忘れちゃダメよ。それじゃあ次は花ハッカを植えると言ったわね。種を探しましょうか。実はもう持ってます。ホグズミードで手に入れました。マジックニープに行ってきたの？用意がいいわね。やる気のある生徒は必ず花開くわ。この教室に鉢植え台を用意したから使ってちょうだい。直前に言われて慌てて準備したのよ。今種をまいておいて後で収穫に戻ってらっしゃい。たっぷりの土と日光があって魔法の力をちょっと借りても成長には時間が必要よ。何を使ってヤグルマギクの生け花を整えようかな。ニフラーファンシーバラ。レノあの先生、ゼニアオイの種をどうすればいいですか？この魔法植物であなたがやることは簡単よ。鉢植え台に種を持って行って植えたら収穫できるまで待つだけ。そうなの。何でもいいってこと。癒しの力を持つ花ハッカはウィゲンウェルド薬の要よ。シャープ先生の授業でも習ったでしょ。ウィゲンウェルド薬か。花ハッカ。10分で成長すんの。よくやったわね。収穫できるようになったら花ハッカはウィゲンウェルド薬で使える。詳しくはシャープ先生が教えてくれるはずよ。さあ少し違うことをしましょうか。他の植物を紹介してあげる。その名も神々白菜よ。一部の植物は大鍋に入れない方が役に立つんだとわかるはずよ。白菜は噛むものがないと不機嫌になるのよね。幸い噛ませておくおしゃぶりがあるから。ちょっと噛ませてやってくれるかしら。はい先生。別の温室にあるわ。この部屋から続いてる歩道橋の先、同じクラスのミスタープルエットが一緒に行ってくれるそうよ。終わったら私のところに会いに来て。ああそれと指を噛まれないように注意してね。噛まれちゃうの？この前ホグズミードに行くのを見かけたよ。はじめまして、僕はリアンダ。神々白菜を見せてあげよう。この階段を登っていくとあるんだけど、お先にどうぞ。ビビってんのかてめえ。闇の魔術の防衛術はすごかったじゃないか。ああ。え、何？何？
セバスチャンとの決闘さ。彼は強い。ああ。相当強いと思ってる。そんな彼を打ち負かしたんだ。すごいよ。そう。それはありがとう。僕もセバスチャンに勝てそうだったんだ。でもヘキャット先生に止められてさ。そのヘキャット先生が止めてくれたでしょ。スリザリンらしいよな。ドラゴンの頭蓋骨を落としてくるなんて。グリフィンドールは誇りを持って戦うのに。なあ、ハッフルパフもだ。特に君はね。ハッフルパフってそんな戦闘に特化してんのか。どっちかっていうとこういう、なんだろう、勤勉さとか、植物とか動物とか、だよな。満月草だな。ニュートがいたところだからな。ちょっと変わってる連中の方が多いんじゃね。どこだよ、カムカムキャンディー。カムカム白菜な。神々白菜の畑だ。これだな。白菜をいくつか取ってみなよ。パックンフラワーじゃん。噛まれないように気をつけろよ。大丈夫。看護師のブレイニーさんが戻してくれたから。戻してくれた。失ってんじゃねえか。あのダミーが見える。白菜をあれに投げてみて。あとは任せればいい。へえ。パックンフラワーで。パックンフラワーです。ああ、これでカムカム白菜ね。きたー。いけ。ああ、強え。目に入るものに片っ端から食いついてるぞ。去年母さんがニワコビト対策に植えてたんだ。ニワコビトは駆除できたけど、ラッパ水仙をズタズタにされちゃってさ。ラッパ水仙？なかなか凶暴だろ。僕好みなんだ。間抜けな晴れ草やピョンピョン球根と違って、戦闘で頼りになる植物さ。一人じゃ無理とは言わないけど、人形じゃなかったらって想像してみろよ。でも人形は人形。人形をボロボロに噛みちぎったからって、ゴブリンにも通用するとは限らないんじゃない？ホグズミードにはトロールがいたりするだろう。いざとなったら、アブラナ科の野菜を投げる場面もあるさ。ドッグウィード&デスキャップにもっと置いてある。ご両親が庭に植えないような他の植物もね。そんな感じだよ。さ、そろそろ授業に戻った方がいい。そう。ごゆっくり、また授業で。あー、消滅。ゼニア追いが結構あるな。花ハッカだ。ポーションの役目に助かる。あれは、常にドラゴンの皮の手袋をつけるべきなのか分かったところで、今回の授業は終わりにしましょう。ミスター・クロプト、ごめんね。先生、神々白菜の世話をしました。素敵な植物でしょ。あまり暴れてないといいんだけど、噛まれた跡はないわね。指も全部ある。いいわ。こっちの素質もなかなか、ね、指も全部ある。あなたの土いじりの技術が花開いていくのが楽しみだわ。魔法の植物から学ぶものは多いので、もっと知りたいです。嬉しいわ。薬草学は実りある分野よ。丹精込めてお世話すれば、その分答えてくれる。うん、それで全部みたいね。じゃあ今度はおしゃべりをしに寄ってね。生徒の話を聞くのが私の楽しみの一つだから。魔法薬学ゲッツ。新しい鉢に満足してるといいね。まだ耳がキンキンいってるよ。何かを育むにはまず理解しなくてはね。これは植物でも友情でも同じよ。優しさと思いやりは温室でも大広間でも大事なものよ。耳から飲んで。じゃあどっから飲んで。
若き友よ、会えてよかった。解散。アップルパグ勢多いな、やっぱ。魔法学医薬とかには特化してるんだろうな。ガーリック先生はもっとマンドレイクの扱いに気をつけてほしいよ。オミニスっていう人だったか。んで、どうすんねん。マック校長が許すわけないわ。自分が無能だってバレちゃうもの。本当のことだけど。今回のバッジがあったわ。ゴブリンの反乱について話してないことがあるはずよ。シャープ先生だ。魔法薬学は教科の中でも特に困難かつ危険な科目だ。ミラノ5年生になったのだ。規律と知性をさらに高めていくことが求められるぞ。今学期はまずウィゲンウェルド薬の調合から始める。ミスター・タッカー、この魔法薬が重宝される理由について説明してみたまえ。はい先生。ウィゲンウェルド薬は様々な傷の消毒だけでなく治癒にも使えるからです。癒せる傷もあるが全てではない。レイブンクローに特典だ。今日の授業が終わるまでにウィゲンウェルド薬の調合を君たち全員にやってもらうぞ。いつ必要になるかわからんからな。さあ始めたまえ。力を込め均等な動きですりつぶすんだ。調合には細心の注意を払うこと。くしゃみ一つで大惨事だ。ドゴーン、パコーン、二滴、もう一発、なあ、爆発する、ぐるぐるなんでいいのか。錬金術だな。大部分は正しい混ぜ方を覚えていたな。はい、できた。これは調合しやすい魔法薬ではない。よくやった。最近の活躍を聞く限り防御の効果があるエデュラス薬の調合も練習するべきだろうな。レデュラス、ウィーズリー先生がピピンからレシピをもらえと。はい。当面は私の部屋で材料が見つかるだろう。だが次からは自分で材料を用意するように。薬草学の授業で育てた植物から収穫し、珍しいものは購入する。だが他の材料は手に入りにくいかもしれない。もう少し工夫が必要だ。調合が終わったら持ってくるように。初回が運なのか実力だったのかを見てやろう。うん、です。ゴブリンの反乱の噂を聞いた両親はウィゲンウェルド薬で怪我を治せるって言ってた。使うことにならないといいけど。花発火は刻むべきか潰すべきか。レベリオ、間違えれば眉毛を失うことになるかもしれない。闇払いの人なんだ。先生、何をすればいいんでしたっけ。私の部屋で材料を揃え、自分の大鍋で魔法薬を作るのだ。魔法薬を完成させたら来なさい。すいませんウィゲンウェルド薬の初めての調合はうまくいったね。でも覚えることはまだまだたくさんあるし、忙しい一年になるね。シャープ先生は闇払い時代にいろんな経験をしてるはずだ。そういう話を聞きたいよ。君、シャープ先生の部屋に入っていいと言われてたよね。そうだ。そうだよ。別の薬の材料を取ってくるよう言われたんだ。すごいや。君は滅多にないチャンスを授かったってことだね。僕はギャレス・ウィーズリーだ。
恥ずかしながら魔法薬界の神童って言われてる。はじめまして。あれ、ウィズリー先生は親戚なの？血のつながったおばだよ。おかげでいつも監視の目が光ってる。おばなの？でもずっと見張ってるはずないからね。おばさん、聞いて。エデュラス薬なんてトロールほどの頭があれば誰だって作れる。実は今すごい魔法薬に取り組んでるんだ。なんだと？でもたった一つ、最後の材料が足りないんだよ。私の出番ってことだね。君は切れ者だね。欲しいのはフーパーの羽1枚だ。君はシャープの部屋に入る許可を得てる。代わりに持ってきてくれないか？いや、分かったよ。シャープ先生がなくしてなければいいんだけど。それはないよ。フーパーの羽はそれほど貴重じゃないんだ。早く完成した魔法薬を見せたいよ。羽を頼むね。羽、忘れるな。これはなんだ、これ。おお、アッシュワインだ。どれだ。ツートンカラー。これか。レベリオ。いや、結構だぞこれ。よきよです。はい、フーパーの羽だよ。最高だ。調合するのに少し時間をくれ。君はエデラス薬の調合に戻れ。こっちの薬が完成したら声をかける。分かった。デュラス薬、物事の上達と魔法薬好き、この2つは焦らず丁寧に。フェリックス。これも作れるけど。もうちょいだぜ。はい、できた。ゲチュー。ちなみにこれもやっとくか。それからゼニアオイを加えて、それで。あれ、どうなってるんだ。どうなっている。おかしい。うわ、誰す、後ろ。くそ、何が起きた。ギャレス、さすがね。ミスターウィーズリー、今度は何だ。すみません先生。グリフィンドールから原点再び。これはミスターウィーズリーだけの仕業ではない。共犯者も出てきてもらうとしよう。ルーモス。ルーモス、おい。顔面直撃なんて考えもしなかったけど、ちょっとした見物ではあったな。顔面直撃。調合を進めなよ。僕は掃除をしなくちゃ。んだ、とばっちり受けちまったじゃねえかこの野郎。ふざけやがって。さっさー。言われた通りエデュラス薬を作りました。その暇があったとはな。ミスターウィーズリーの手伝いでかなり忙しそうに見えたのだが。何のことが分かりませんね。すいません。すみません、友達を助けようとしただけなんです。自分の行動の責任を認められるならばいいだろう。これで教訓を得たと信じるぞ。今日の大鍋での課題についてはいい出来だったと言っておこう。君を見くびっていた。この授業は高度な内容の上に君は新入生だからな。ご期待に応えることができて嬉しいです。なかなかできないことだ。ただまだ魔法薬の達人ではないぞ。いいな。様々な材料の組み合わせをしっかりと把握するだけでなく、材料そのものの理解も必要だ。薬草学には特に身を入れるように。ここでの調合に必要な植物も育てるからな。さあ、調合を練習できる場所を探したまえ。熱い大鍋を置くには場所をよく選ぶ必要がある。以上だ。あ、よかった、減点はされなかったか。今日の騒ぎはこれで十分だろう。授業は終わりだ。解散。
俺のウィゲンウェルド役はダメだ。J ピピンの店のと取り替えたい。お前まだ実験してんのか。面白い授業だったね。君のおかげだ。予想とは違ったけど最高だったね。助けてくれてありがとう。君が魔法薬を提出した時、シャープは嫌な顔してなかった？責任を取るとか言ってたからさ。先生は怒ってたけど解決したよ。大丈夫。よかった。後できっと笑ってくれただろう。あの不愛想なシャープだってこれまでに魔法薬を爆発させてきたはずだ。もう行こう。今度話すときは絶対爆発はなしだ。爆発って。ガンワ室の肖像画があなたと話したがってる。エルドリッチ・ディゴリー。確か魔法大臣だった人よ。なんで？エルドリッチ？あ、なんか聞いたことあんな。あ、この人か。何かご用でしたか？ああ、近頃は私が誰かを知る生徒はほとんどおらん。まずは名乗ろう。エルドリッチ・ディゴリーだ。元魔法大臣にして闇払い局の創始者。君なら何十年も前の殺人事件を解決できるかもな。例の本、特に行方不明のページの力で。なぜ本のことを知ってるの？ページのことまで。我々肖像画は君たちが思う以上に多くを見聞きし、ほとんどは秘密を守っている。どうかね、君のようなハッフルパフ生なら長らく捨ておかれた不正を正したいと思うだろう。殺人？興味を惹かれますね。ハッフルパフの生徒も謎解きは好きなんです。応じてくれて何よりだ。君もこの仕事から得られるものがあるだろう。詳しい話は王名のヘレン・シスルウッドから聞けるだろう。もう引退したが、かつては優れた闇払いでな。殺人事件は彼女の担当だった。アッパーホグズフィールドにある彼女の家をよく訪れるのだ。君が行くと伝えておくか？ページが何の役？本のページが昔の事件解決に役立つんですか？少年がページと共に行方不明になり、遺体はない。にもかかわらず、殺害の角で有罪になった少女がいた。ページは彼女の潔白を証明するだろう。詳しくは私の応命が。ヘレンさんのこと、もっと教えてください。比類なき闇払いだよ。ここの優秀な卒業生で魔法省の模範的な公僕となった。ヘレンの才能と知恵は引退後も衰えていない。よく語り合うのだ。昔の事件を、かつての栄光の日々を。生徒たちから離れ、我が業績を知る者と話すのは楽しい。終わる気はないぞ。いつ魔法大臣の職に？100年以上前だ。具体的には1733年から47年。話題には事欠かない。やれること全てをやる余裕はなかったが、アズカバンの改革中、ドラゴン暴走にかかって命を落としたのでな。最後の最後まで火花のくしゃみが止まらなかった。ええ、すぐに向かいます。ドラゴン暴走。君の努力の才とヘレンの明晰な頭脳があれば、どちらの謎も思うより早く解けるかもしれん。向こうで会おう。近いうちにな。インセンディオ。センディオ、飯うめえ。闇払いの下に会うのか。ディメンター。エクスペリアムアームズ、はい、こう、ポイテ。え？エクスペリアームズ。僕だよ、ギャレスだよ。ちょっと言う。で、どうしたの、ギャレス？ああ、フーパーの羽を調達する手助けをしてくれただろ。だからまた君に頼みたい。フィフィフィズビーを使った新しい飲料をひらめいたんだ。だけど、材料が手に入らない。相変わらず調合が好きだね。よくいろいろ思いつくよ。天の廃材だよ。フィフィフィズビーの鍵は乾燥したビリーウィグの針じゃないかと思うんだ。
そいつはハニードゥークスの地下室にたんまりあるって話だからさ。自分で取りに行きたいけど、マチルダおばさんに見張られてるんだ。僕はしばらく魔法薬学の授業に集中しなきゃ。秘密の抜け道を使ってハニードゥークスの地下室へ行き、乾燥したビリーウィグの針を取ってきてほしい。秘密の通路。任せて。城から脱出する方法は知っておきたいしね。そうこなくちゃ。必ずしも早い道じゃないよ。大事なのは秘密だってことさ。通路は4階の廊下に立つ石岩の魔女の像の背後だ。像を杖で叩いてディセンディウムと言えばいい。ディセンディウム。誰か買ってくれる人はいないの？売ってないんだ。それに地下室も閉まっちゃうかも。だから確実に行くには秘密の入り口を通らないと。盗む。お店から盗めって言ってるの？ああ、大丈夫だよ。ハニードゥークスには十分な在庫がある。ほんの少し拝借するだけさ。甘味料だよ。減ったって困らない。信じてくれよ。とりあえずやってみるよ。ありがとう。僕の新作を誰よりも早く味わわせてあげるよ。魔法薬学の宿題でアミットの手を借りるのも手だな。監視を和らげるためにね。どういうことなんだ？ギャレスの最新薬のためにも乾燥ビリーウィグの針を入手しないと。石岩の魔女の像を見つけるのは難しくないはず。そこか。バージョン。バージョン。スイッチ。きっとこの像。さて、合言葉はなんだっけ？これか。ディセンディウム。ディセンディウム。すごい、こんな道があったなんて。レベリオ。ルーモス。ルーモス、わかる。リフトだ。あれで下に行けそう。壊れてるみたいだけど。ならば、レパロ。レパロ。レパロ。なんとかなったみたい。レベリオ。なんとかなった。はシュー待ってる。この城には驚かされてばかり。何があるかな。穴だ。ネズミ。インセンディオ。レベリオ。インセンディオ。俺は何だ。閉じ込められた。どうやって外に出よう。インセンディオ。レベリオ。よっ。これは。レビオーション。
よし、登れぬかい。レベリオ、どうにかしてここを越えなきゃね。と、レパロ、レパロ、レベリオ、多分変える。当たらん。レベリオ、レベリオ、レパロして、きっと何かが邪魔になってるんだ。アクション、これがレビオーソン。うまくいった。あらららら、どこに残ってる。レベリオ、他に何もねえ。お宝か。あーがー、カエルだったわ。死なない。どう？もうすぐか？レベリオ。なんかある？ここから出られそう。どう？いらねえ。門を開ける方法を見つけないと。インセンディオ。よし。何か甘い匂いがする。ハニーデュークスは近いな。ハニーデュークス。全ての道はホグズミードに通ず。ハニーデュークスだ。チョコの匂いがする。ギャレスの乾燥ビリービグの針はどこで見つかるかな。これだ。乾燥ビリービグの針。ギャレスのところに戻ろう。新しい薬がどんなものになるのか楽しみだな。レビオーソ。うわあ、また雨。試食。試食なのかこれ。食っちゃっていいの。
気にしすぎ。誰もあなたのことなんて見てないわ。なんでまた買ってきたんだ。この靴下嫌いなんだ。珍しい靴下がお手頃だったんだもの。あるだけいいじゃない。これで踊るなら裸足の方がマシだ。でもカエルチョコレートを食べたばかりなら商品に触れないでくれよ。あの子はなんで踊ってるの。見るものはたくさんあるよ。ゆっくりどうぞ。ならない。見たことない。お父さんそっくり。道場買おう。君とは気分よく取引できる。嬉しいよ。さんに頼んで普通の新しいのに変えてもらえないの。お、これはいい。なったら好きに選べるわよ。それまでわがままは引っ込めてなさい。大騒ぎしてみっともないからない。お父さん、本当に魔法でいい結果になる？よせ、お母さんは靴下代をケチるためなら何でも言う。ファッションセンスがいいみたいだね。近くを通ったらまた寄ってくれ。ギャレス、ギャレスどこ行った。ギャレス、乾燥ビリーウィグの針だよ。手に入れたの？すごいね。お安い御用だよ。はい、やるね。こりゃ待ちきれないな。ありがとう。フィフィフィズビービールの醸造に成功したら知らせるよ。大丈夫だかそれ。はい、というわけでまあ今回はこの辺にしておくか。次はエキャット先生はちょっとな。次これをやるか。次回はね。はい。そういうとこで終わっておきます。それではまたのご来店。お待ちしております。ルームズ。レパロ。ルーモス。ルーモス。バイバイ。